こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日はですね、対面で話すことの大切さ、こちらのお話をしたいと思います。いや、これ私ね、重要だと思ってます。特に仕事上もね、リモートでっていうのが増えてきたと思いますけれども、やはりね、私も何回かそのリモート会議とかをやるんですけれども、なかなか自分の気持ちがね、こう伝わらない。やっぱりこう雑談とか何かその人の表情を見たりする中で生まれることもあるし、特に私なんかはご相談を受けるっていう仕事が多いんで、実はこれ電話鑑定にした方が楽なんですよ。まあね、来ていただくっていう手間もない、まあ、私も移動するっていう手間もない、まあ、ずっとひたすら1日電話を取ってた方がおそらく件数も取れるでしょうし、楽だと思うんですよ。でも私がそれを今のところやってない、まあ、一つの理由としては、しっかりやっぱりその人の目を見て話すということ、これが大事だからです。入ってきた雰囲気もそうですし、その人が話をしている時にどういう所作でいるかっていうこともそうですし、またどういう目をしてどういう表情をして話しているかっていうのもそうですし、それを見るっていうのはすごく大事なことなんですね。だから本当に大事な場所に関しては、私はあんまりその電話で対応するということはしてない。でさらに言えば、今メールとか LINE でことを済ませようとしている人もすごく多いですよね。まあ、ある人の話を聞いてびっくりしたのは、会社を経営されてる人がいて、急に若い子がメールで会社辞めますっていう、退職しますっていうのを送ってきたっていうんですよ。今のその若い子の感覚、やっぱりきちっといちいち辞めてとかお世話になりましたとかってね、そういう礼儀って必要だと思うんだけど、簡単にメールでいついつ退職させていただきたいと思っていますとか、そういう大事なこともね、メールとか LINE で行うっていうことを平気でしちゃうんだなって、この話には私びっくりしましたね。まあこれ若い子っていう括りにしちゃうとすごく失礼になると思うんですけど、こういう人もいるんだなっていうふうに思いましたよ。まあ、面接で、うちでも面接こうした時でも電話でね、かけてきて、あ、すいません、その面接日歯医者の予約入れてたんですけど、それ忘れてたんで面接の時間変えてもらっていいですかって言ってくる人もいるんですよ。いや、もうちょっとまともな嘘もつけないのって思ったんだけど、面接の日が先に決まってて、その日歯医者に、ね、行く予約を忘れてたからこっちに面接の日変えろって、いやもうこれはもう即刻、いやもう来ないで結構ですって言ったけどいやだからそういう人もいるしね。やっぱりその人とのコミュニケーションを取る場っていうのはすごく大事なことだと思うんです。やっぱり当然その仕事の会議とかそういう中で対面するだけじゃなくて、ちょっとしたその後にお食事に行ったりお飲みに行ったり、そういう雑談の中からいいビジネスの話が生まれたり、またいいアイデアをいただいたり、そういうことってたくさんあると思うんですよね。特に家族間なんかでは、なんとなく忙しいとね、メールで、家の中にいるのにメールでやり取りしちゃったりとかするパターンもあると思うんですけど、私は必ず1日1回子どもたちの顔を見てね、だいたいなんかこう悩んでるかな、どうかなっていうのは確認するようにしてます。その毎日見ていることで、その子のちょっとした表情だったり、何かこう陰りがあったりとか、もしかしたらなんか悩んでるかもしれないなっていうことがすぐ分かるようになる。ですからきちっとその人の目を見て会話をするっていうことは家族間でも大事なことだと思います。やっぱりね、目は口ほどにものを言うって言って、その人の目を見てるとどれだけ悩んでるかとか、なんかもしかして他にも何か悩みを抱えてるんじゃないかなっていうこともありますし、だから顔を見るっていうことはすごく大事なことだと思います。だから基本的にはうちは社員ともそうしてます。まあ、かなりの人数集まってしまうみたいなことはね、密になりますからあれですけど、まあ、十分な換気をして、まあ、個々に話すっていうこともできるじゃないですか。まあ、ちょっと移動中の中の会話だけでもそうだし、ちょっとやっぱ話を聞くっていうのは必要なことですよね。そして、まあ、大きなことを決めるとかっていうのは絶対私対面じゃないと、そして必ずその当事者と会ってきちっと話をしなければ、仕事も進めませんし。人がさ、いや、この人に会ってきました、こういう人でした、このお仕事どうですかって言われても、その人が会った感覚とか
その人が思ったことと私が直接会った時って絶対違うと思うんです。ですから自分が関わる人は私は直接会うようにしています。どんなに忙しくてもそれは大事な時間なので、自分が本当に直接関わってお仕事する人は自分でちゃんと確認をしてから進めるようにしています。普段から香織さんは見てるから、うん、その直感みたいなことを磨かれてるんですか？それはあると思います。本当に多くの人に会っていろんな人を見てますから、なんかこう見なりとか見た感じ、その人の動き、喋り方、この人はなんか芯がないなとかで、なんか試しに来てるなっていう人もいます。なんか鑑定に来るけど自分の中でなんか答えは決まってて、でそれの答え合わせに来る人もいるし、あとは言ってみて何かこう私を試してる、本当にズバッと言うのかな、当たってること言うのかなとか、そんな人もいるんですか？そういう人もいる。だから多分なんかそうやってなんか物を見た際になんかこう軽い感じで来てるなっていう人もいる。そういう人にはまともに答えないけどね今目が怖かったないやだってそうだもん、わざわざお金払って何が楽しいんだか知らないけど、こういうふうに言って私が何を言うかなとか、なんかそういうなんかこう試してる感じで来てる人もいるし、まあ半信半疑で来てるんじゃないですか。まあそういう人はほら当たる当たらないだけでなんか来てたり、私が言わなくても私の悩み本当に分かるのかしらっていう、なんかこう人を試しながら来てるような人もいるからね、なんとなく分かりますよ、そういうのが。やはりそういう時はもう会話内容だよね、その人にこうパッと私が言ったことに対してどれだけやっぱ熱意があるかということ。リモートこそ私すごく難しいと思っていて、本当にその人と一緒に仕事がしたいとか、自分を表現するって対面より難しいと思うんですよ。だからよりオーバーにじゃないけど自分のその熱い気持ちを画面に向かって伝えなければ伝わらないから、やっぱこうやってこう会って話してるよりもすごくリモートの方が難しいと思います。だから何かこう大事な交渉とか一人何かを伝えたいみたいな、そういう会議の場だったりっていうのは、いつもみたいなテンションとかいつもみたいなその声の張りとかで対応してると、多分それが100を伝えたくても50ぐらいしか伝わらないというふうに私は思いながら話してます、だからこの YouTube とかテレビとかにしてもそうだと思うんですよ。やはり生の講演会に来たり、まあ、生のライブを聞きに行ったりするのと全然違うでしょ。例えば、まあ、アーティストの DVD 見たりっていうのと、生でその臨場感を感じながら、同じ曲を聴くのとは全然違うと思うんですよ。それと同じでリモートも何か人に伝えようっていう時は、それいつも以上の力を込めて相手に伝えるっていうことが大事だと思います。なんかやる気ない人に見えちゃうのよ、リモート上。その人はそういうつもりじゃないのかもしれないけど、なんとなくそういう風に感じてしまうから、だから私はなんかその画面上でその人を判断するっていうことは、なかなかね、絶対できないっていうことではないけど難しいと思うんですね。だから大事な場面ではやはり対面してお話しするっていうのは重要なポイントなんじゃないかなと思ってます。今日のお話いかがだったでしょうか。今なかなかねコロナの影響もあって難しいとは思いますが、できる範囲で、やっぱり人とのコミュニケーションは大事にしつつ、しっかり人の目を見て顔を見て会話するということ、それをね皆さんも覚えておいてほしいなと思います。そしてぜひ YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。